皆さんこんばんは。夜分大変お疲れのところ、今日はスマイルトークに大変多くの皆さんからお越しをいただきまして誠にありがとうございます。日頃は新潟市政にご理解や地域の活動にさまざまご協力をいただきまして、ありがたく心から感謝を申し上げたいと思います。また議員の皆様もいろいろ同定が終わりかと思いますけれども、ご出席をいただきまして、感謝を申し上げます。さて令和5年度は新潟市にとりまして新しい総合計画がスタートする年であります。またご存知の通り新型コロナウイルス感染症法上の位置づけが先般5類に変更されたところです。今後社会経済活動の回復、そしてポストコロナ時代の街づくりを進めていく大きな転換期にしていきたいと考えております。そこで私から新しい総合計画と令和5年度予算の概要について最初に説明をさせていただき、その後府庁から区における主な取り組みをご説明をさせていただきます。そしていつものように本日のテーマに関わらず、普段皆様方がお考えのことやご要望などについて忌憚のないご意見をいただければというふうに思います。はじめに4ページから新たな総合計画については今ほどご覧いただきました動画の内容と重なりますので、私からの説明は割愛させていただきます。また本日ご参加いただきました皆様からもこの総合計画に大変ご協力をいただきましたので、改めて御礼を申し上げます。今後は電源の恵みを感じながら心豊かに暮らせる日本海拠点都市の実現に向け10の重点戦略 に全力で取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。それでは恐縮ですが、問いまして12ページをご覧ください。ここからは計画の初年度にあたる令和5年度予算について説明をいたします。まず予算の規模といたしましては、令和5年度の一般会計当初予算規模は総額3977億円で過去最大の規模となりました。一方で市の借金にあたる負債残高は前年度に比べて48億円減少する見込みです。市の貯金にあたります基金残高は記録的な寒波に見舞われましたこの冬の除雪の経費の財源として取り崩しを見込んでおりましたが、国に財政支援を強く要望してきた結果、除雪にかかる補助金を多くいただくことができたため、取り崩しを最小限にとどめることができました。令和4年度末残高は 103.6 億円を見込んでおり、令和5年度予算ではこの残高を維持確保してまいります。今後も財政基盤の強化に向けて職員数の適正化や事業の見直しを不断に行うことで持続可能な行財政運営を進めてまいります。飛びまして15ページをお願いします。令和5年度予算の柱として3つの力点を掲げました。1点目は活力あふれる新潟へです。都市機能の充実と拠点性の向上を図り、それを市内全域の産業の活性化につなげていくことで活力あふれる新潟市を築きます。これまでの新潟2キロの取り組みにより民間開発の動きが出始め、それと連動するように企業の進出もこれまでになく活発化してきております。引き続き新潟2キロを新潟の活力向上と成長エンジンとし、そこで生み出されたエネルギーを市内全域に波及させていきます。2点目は子どもと子育てに優しい新潟へです。子育て支援は未来の新潟の活力を左右する重要な取り組みであります。これまでも集中改革の効果を活用しながら子ども医療費助成の拡充など子育て支援を充実させてまいりました。しかし子育て世帯が感じる経済的精神的負担は今なお大きいことから、それらの負担軽減を図っていきます。また全ての子どもが豊かな子ども期を過ごせるよう子どもの権利保障を進めるとともに、子どもたちの育ちを地域全体で支える新潟市を築いてまいります。3点目ですが、活力と魅力があふれる区づくりに向けた取り組みの強化です。
これまでも各区役所において区独自の課題解決や個性あふれる区づくりに取り組んでまいりました。しかし区民の皆様から寄せられたご要望に対しまして必ずしも十分に応えきれてこなかったと現実がありました。そこで区民の皆様の思いをもう少ししっかりと受け止められるよう区の予算と権限を大幅に拡大し区長からの提案を積極的に参加しました。これら3つの力点を柱に取り組みを進め暮らしやすい町、ビジネスを展開する町としてあらゆる場面で選ばれる新潟市を実現してまいります。次のスライドをご覧ください。ここからは3つの力点ごとに具体的な新規拡充の取り組みを説明します。まず力点の1つ目、活力あふれる新潟へです。これまで町づくりの大きな転換期を見据えて新潟2キロの取り組みをはじめ都心エリアの活性化策を積極的に展開してきてきました。また先月11日から13日にかけまして開催されました G7 新潟財務大臣中央銀行総裁会議においては新潟の魅力やおもてなしの力、また優れた拠点性などを日本中、世界中にアピールできたと思っています。歓迎レセプションでは各国の大臣や中央銀行総裁、関係機関の代表者など約400人にご参加をいただきました。古町芸妓の舞や三味線の演奏をはじめ県内産の食材をふんだんに使った料理のほか県内89蔵の地酒などを心から楽しんでいただいたところであります。地域の歴史や文化に触れてもらうツアーに多くの関係者やメディアからご参加いただきました。次のページをご覧ください。企業誘致のさらなる推進として進出を考えている企業に本市の優れたビジネス環境を試していただく取り組みを実施するほか企業の本社機能誘致のため支援を政令ストップクラスにまで拡充いたします。また都市機能の充実と魅力向上としてハード面では引き続き新潟駅周辺整備を着実に進めるとともに旧三越周辺の再開発への支援や仮称バスタ新潟の整備に向けた調査や設計に関する予算を計上いたしました。ソフト面では新潟2キロと8区の魅力を高め発信する取り組みを支援することでその効果を各区にも波及させていきます。次のスライドをご覧ください。農業については若者から選ばれるという観点も重視しまして儲かる農業を目指します。新規就農者の支援として新たに親元等で就農する農業者を支援します。また農産物の販路拡大販売促進に官民連携で取り組みます。働き方や暮らし方の変化を踏まえた移住促進では地域おこし協力隊を活用しテレワーカーのコミュニティ構築や情報発信など移住者を呼び込む仕掛けを作ります。また G7 などを通じて新潟市へ注目が集まった機会を逃さず交流人口の拡大を図ります。世界遺産登録を目指し佐渡市などとの連携により誘客活動を積極的に展開するほか新潟駅のリニューアルに合わせ新しい駅にふさわしい観光案内センターを整備いたします。次のページをご覧ください。続いて力点の2つ目、子どもと子育てに優しい新潟へです。これまでも子ども医療助成の拡充など子育て支援を充実させており一定の成果も見えておりますがまだまだ子育て世帯の経済的精神的負担も大きく重点的に取り組んでいく必要があります。次のスライドをご覧ください。そこで心身ともに安心して妊娠・出産・産後を過ごせるよう妊産婦医療費助成の所得制限を撤廃し助成の対象者を拡大しました。また産後ケアへの助成を政令市トップレベルの水準まで拡充し利用料金を引き下げたところです。
さらに多子世代の経済的負担をさらに軽減するため、第3子以降の保育料について軽減制度を拡充いたしました。次のページをご覧ください。すべての子どもが豊かな子ども期を過ごせるよう、子ども条例に基づいて、子ども権利擁護や社会参加を促進するほか、ヤングケアラーに的確に対応できるよう、コーディネーターを新たに配置しました。さらに、子どもたちの豊かな育ちを、地域と一体となって推進します。地域との連携により学びを推進するほか、子どもたちが地域の文化、歴史を体験する機会を創出するため、ツアー形式のプログラムを新たに実施します。次のスライドをご覧ください。力点の3つ目、活力と魅力あふれる区づくりに向けた取り組みの強化です。先ほど申し上げましたように、区の予算と権限を拡大するため、3つの見直しを行いました。1点目、各区の課題解決を加速するため、区長から提案があった取り組みについて、8区合わせて5億1000万円の予算化を行ったほか、さらに各区の取り組みを後押しするため、人材のネットワーク作りの支援などに2000万円を計上しています。次のページをご覧ください。2点目、各区の特色を生かしたまちづくりを進めるため、各区に配分されている区づくり予算の仕組みを見直し、実質的な予算額を5000万円増額いたしました。3点目、区民から寄せられる施設の修繕等の要望に応えるため、各区の緊急対応予算を前年度に比べまして 1.5 倍の2億6000万円に増額し、より多くの要望にお応えできるようにいたしました。このように区役所が区民の皆様の声に寄り添い、ご期待に応えることで、皆様とより一層活力と魅力あふれる区づくりを進めていきたいと考えております。次のスライドをご覧ください。ここからは、総合計画10の重点戦略ごとに、主な新規の取り組みを掲載しております。時間も限られますので、先ほどの説明と重複する部分は割愛し、地域コミュニティや安心安全など、皆様の身近な生活のに関わるものに絞って、説明をいたします。とりまして、31ページをご覧ください。重点戦略、誰もが個性と能力を発揮しながら、心豊かに暮らせる社会の実現です。多様な市民による地域活動への参加促進や、一人一人の健康づくりを推進し、誰もが心豊かに暮らせる社会を実現します。まず、地域団体、市民団体の活動支援です。地域課題の解決のため、若手の人たちなど、地域で活躍する多様な人材を発掘し、人材同士のネットワークづくりを支援します。また、パートナーシップによるまちづくりを推進し、区が抱える地域課題の解決に向けて、民間企業等から解決策の提案を募集します。次のスライドをご覧ください。介護予防、健康づくり、社会参加の促進では、高齢者の皆様に生き生きと、そしていつまでも健康に暮らしていただけるよう、フレイル予防を推進します。ご承知かと思いますが、フレイル、虚弱とは、健康な状態と要介護状態の中間の状態のことで、筋肉量などが測るフレイルチェックを活用したフレイル予防、地域住民の皆様のご協力をいただきながら全区で実施します。また新型コロナウイルス感染症の影響により、これまで難しい状況が続いておりました地域の茶の間についても、5類以降を機に地域の皆様の交流の場として、また活動を活発化していただけるよう支援してまいります。そして、がん患者の治療と社会参加等の両立を支援するため、新たにがん患者アピアランスサポート事業を実施いたします。その他に資料はございませんが、介護サービスの充実や在宅医療、介護連携の推進、各種障害者施策の推進など、
幅広い皆様から安心して心豊かに暮らしていただけるよう取り組んでまいります。とりまして36ページをご覧ください。重点戦略10、安心安全で災害に強い街づくりです。ソフト面とハード面で一体的な防災減災対策を展開し、安心安全で災害に強い都市を築きます。まずソフト面では避難行動、要支援者支援制度の取り組みを促進し、地域向け講習会の実施などを行います。また地域における防災力の向上と自主防災組織の機能強化を図るため、自主防災組織の防災訓練を実施します。次にハード面では、小学校の通学路等の交通安全の確保のため、防護柵の設置や路側帯のカラー化などの対策を実施します。その他、効率的効果的な除雪体制の整備や中央環状道路の整備、さらには浸水対策の推進として緊急度が高い地区を優先した浸水対策施設の整備を行うなど、災害に強い街づくりを進めてまいります。問いまして、38ページをご覧ください。物価高騰への対応についてです。これまでも厳しい状況にある皆様に対しまして支援を行ってまいりましたが、令和5年度は物価高騰により困窮する子育て家庭を支援するべく、子どもの居場所づくりのため子ども食堂に対して支援を行います。また生活困窮者を支援する団体に対して経営活動経費を支援するとともに、中小企業者への特別融資における対象者の要件緩和などを行います。それらに加えまして、国の交付金を活用し、食費等の物価高騰に直面して特に影響を受けております低所得の子育て世帯や住民税非課税世帯などに対して特別給付金の支給を順次行います。さらに高校生までのお子さんのお持ちの全子育て世帯へ給付金についても現在整備を準備を進めております。今後も国や県と連携し、適時的な対策を打ってまいります。次に40ページをお願いします。新型コロナウイルスの感染症への対応です。まず新型コロナウイルスの感染防止対策につきまして、市民の皆様からこれまで長きにわたりまして大変ご協力をいただきまして誠にありがとうございました。5月の8日から5類感染症に変更されましたが、本市においては国や県の方針に基づき、引き続き市役所一丸となって対応に当たってまいります。私からは皆様にお願いしたい点は、5類に移行したとはいえウイルス自体がなくなったわけではございませんので、本市といたしましても感染状況に十分注意を払いながら、地域活動や学校活動、経済活動などが本格的に動き出せるようしっかり後押しし、町や暮らしが活力あふれる新潟を皆さんと一緒になって作っていきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。それでは最後に、区ビジョン町づくり計画と区における取り組みについて、区長から説明をさせていただきます。